さあ第20回目を迎えています銀杏ボール、いよいよゲームは白熱の中後半に入ってまいりました。どうぞスタンドの皆さんも選手の皆さんへどうぞ声援を拍手で送ってください、お願いいたします。さあいよいよ後半のキックオフが近づいてまいりました。後半ご覧のように後半チョイスしておりますのは学生連合でありますから社会人チーム熊本マーベリックスのキックオフで始まります。なんか応援かなと思ったら子供がふざけてました。さあキックオフよく伸びて、これはエンドゾーンへ転がり込んでおります。エンドゾーンに入りましたので、これをタッチバックになります。自陣の20ヤードからのオフェンスが学生連合であります。さて濱田さん、学生は濱田さんお気に入りの鹿児島大学ボニートの面々です。すいません、どうもカツオカツオばっかり言ってますが、だんだん美味しく見えてきました。いやしかしあの学生の皆さんは前半も要所要所素晴らしいプレーがありますので、はい、まあね、このあの先ほど言いましたようにハーフタイムでさらに、ね、どのようなプレーを、ね、選択していくのか立ち上がり注目ですね。さあそのファーストシリーズボニート、ショットガンのフォーメーション、ボールが出て自らキープ、自らキープ、左サイド15番、はい、なかなか面白いことしましたね、うん、前半まで見せなかったワイドレシーバーからモーション、はい、しかも、さらに内側にモーションから外側に行ってこちらに気をそらしておいて左がウェイクンプレーでしたね。あ、そうそう、はい、7ヤード、6ヤードから7ヤードぐらいのゲームになりました。はい、自ら小島拓也が持って入ったようですね。ワイルドキャットフォーメーションという感じですかね。はい、だと思いますね。さあ続いてまたショットガンからボールが出て、今度はどうだ、また自ら行く、これも15番ですね。そうですね、はい、ファーストダウン更新、これが15番をつけました小島拓也、南山高校の出身です。前半リターナーですよね、聞きましたけども、なかなか才能豊かな選手です。さあこれでフレッシュファーストダウンを刻んでいます。ボールの位置は36ヤード。さあボールが出て今度はランプレー、抜けるディフェンスがしっかりとつけています。およそ2ヤードのゲインになりそうです。キャリア29番です。ここは29番がボールを持ちました、花岡裕太。タックルは1番嵐田圭、タックルは1番の嵐田圭、日大出身の嵐田圭が今なんとか止めています。先ほどコメントに入ってたんですけど、はい、三菱ライオンズにもあのいらっしゃったそうです、嵐田選手。あ、そうなんですね。さあセカンダン、セカンダン6、残り6ヤード。さあもう一度持たせるか、お強い、はい、力強い前進でしたね。さあこれで残りが1ヤード、サーダー1に変わっています。さあ少しこの後半の立ち上がり、学生連合の方が押してる感じがしますね。そうですね、それとやはりこうあの前半に見せなかったようなプレーをね、使ってきますよね。さあその辺のあたりどう対応していくか、社会人チーム熊本マーベリックスを中心にしたチームであります。サーダンワン、さあアイフォーメーションスルスルっと上がりますが、ディフェンスが読んでいた、これは止められましたか。はい、わずかにボール1個ぐらいのゲインはありましたけども、第4ダウンで1ヤード弱を残してしまいましたね。さあ1ヤードほど残っているという状況です。でここでフォースダウン、これは、はい、ジャンプに行きますか。運動ですね。なるほど。さあちょうどボールの位置はハーフウェイラインですが、ここは思い切って攻めたいという、おっとクォーターバックがそのままスニークしましたか。急にスニーク、はい、これ決まりましたか。はい、ゴールデッドの位置
手はおそらく甲子園を超えてると思いますね。なるほど。 QB 自らがスナップボールを受けて前に倒れ込むといいますか、入り込みました。これでファーストダウンフレッシュ。さあギャンブル成功であります。思い切ったプレーコールでした。さあこのシリーズ非常にいい形を作っています鹿児島大学ボニートの面々です。ハーフウェイラインを越えてきました。フレッシュファーストダウン。さあノーバックエンプティからパスで来る。奥から思いきや手前で取ってパスは通っています。9番です。ターゲットになりましたのは9番です。9番のこれが岡村俊。攻撃のねリズムがいいですよね。なるほど。パスとランと折り返して、さあ次どういうプレーが来るのかって非常に迷うところですよね。そうこの辺のところはディフェンスを迷わせるという形になります。レシーバーは向こうに3枚手前に1枚。さあノーバック、あ失礼ワンバックいました。ボールを取って縦に上がりたいところ、これはいいディフェンスだ。43番パルクラ。さあこれは森選手、43番森選手、ご家庭ではいいお父さんであります。見事なタックルを決めました43番森選手であります。ね、昨日の座談会でもいい司会者として活躍されました。はい、第3ダウンで6ヤードほどの距離が残っていますから、はい、ここは鹿児島大学どういうプレーで攻めるのか。さあサーダン6アイフォーメーション、テールバックに持たせるか、自らキープしてそこから縦へ自分で行くが間に合わなかったか、1ヤード足りませんか。1ヤードほど足りませんでしたね。さあ先ほどと同じようなシチュエーション、フォースダウン1となっています。ヘルメットオフですね。はい、15番の小池選手が、はい、まあ、キャリーしたんですが、そのままタックされるときにヘルメットに逃げてしまいました。あら、まあ、ルールによって1プレー、グラブが離れなくてはなりません。その選手が出ます、はい、さあそして第4ダウンですね。どういうプレー選択しますでしょうか。さあここもやはりギャンブルできますねと思うんですが、ちょっと見てみなくてわからないですが、パントフォーメーションになりました。あ、パントフォーメーションですか。これは何かありそうですね。そうですね、何かあってほしいというふうに願いながら見ておりますが、さあどうだ。フォースダウンワン、フォーメーションはパント。おっとボールは少し伸びた。これがさあこれでサイドライン。はい、結果的にはパントプレーになりましたね、はい、ちょっとスナップが乱れてしまったのでね、あの非常に蹴りにくい中でしたが、はい、思わずサイドラインから蹴れ蹴れ蹴れというね、はい、声が聞こえてましたね。促されるように、はい、蹴り出しました。さあ結果的にはこれは攻守交代となります、はい、パントの後ボールの位置ですが、はい、19ヤードラインのあたりでしょうかね。さあ自陣の19ヤード、ここから熊本マーベリックスを中心にした社会人連合チームのオフェンスになります。ディフェンスは佐賀大ですね。さあディフェンスに入りましたのはこちら佐賀大学トムキャッツの面々です。さあまずはランプレー、これが32番のこれが井上哲郎、その佐賀大学の OB であります。 OB 対現役といった感じでありましたが、見事に先輩が見事なランを見せています。これでおよそ7ヤードのゲイン。セカンドダウン3ですね。セカンドダウン3に変わりまして、ここでレフリータイムアウト。多分次を持って、そうですね、時間経時が6分を過ぎましたので。なるほど、じゃあこれで水分補給の時間です。これはオフィシャルの皆さんも水分補給をなさるんですね。あのその通りでございまして、非常に大切な時間です。そういう意味ではこういう天候の中ではですね、審判団も非常に厳しい環境ですので、はい、しかも、まあ、コロナ禍からですね、
昨シーズンから審判も、まあ、マスクをつけて、審判してますので、はい、これ結構ね答えるんですよ。なるほど、そうでしょうね。まあ、今マスクの話がありましたが、選手の皆さんもヘルメットの中シールドつけてらっしゃいますか。はい、そうですね、まあ、マスクシールド、はい、のシールドはつけるようにということがね推奨されていますので、おそらく今日もそういう対応されていると思いますけどね。さあ、その水分補給の時間が今終わりました。プレー再開となります。熊本マーベリックスのオフェンスです。さあ、ボールが出てターゲット、こちらすくい上げて、なんとかパスは成功です。キャプテンの獲得しています。キャプテンの勝島選手です。7番。さあ、今7番の勝島選手タイトエンドに入っていますが、彼がボールを取りました。パス成功です。昨日ですね、勝島さんと、お風呂に行ったんですけど。え、お風呂行ったんですか。はい、第3クォーターあたりで足つるかもって言ってました。はい、足つるかも、なるほど。まだつってないようですね。毎試合つるらしいです。なるほど、そうなんですね。まあ、しかし今は見事なキャッチを見せました。さあ、ボールが今度は持たせて、いや、ディフェンスよく集まった。しっかりと止めています。大きなゲインは与えません。まあ、体格面でははるかに社会人の方が有利な体格なんですけども、はい、でもその中でディフェンスラインがよく頑張って頑張ってますね。最小限のゲインに届けましたね。はい、YouTube コメント欄にかっちゃんナイスキャッチと来てますね。かっちゃん、なるほど。まあ、ナイスキャッチというほど、いや、もうね、まあ、本来なら、はい、すくい上げて取って走れましたけどね。さあ、ディフェンス頑張ってますよ。37番ですか。37番の那須陽平、今ね、かなりディフェンスラインが割り込んでプレッシャーかけて、さらに第2戦那須選手もよく頑張って、ね、一人のソロタックルを決めましたね。見事ですね。サッカーの強豪校、こちらの方は秀岳館高校の出身、しかもサッカー部だったそうですよ。なるほど、まあね、高校時代いろんなスポーツを経験されて、こういう形でね、フットボールで、またその才能を生かしてね、はい、それぞれのプレーセンスや、特徴のあるプレーが、ね、見応えありますよね。さあ、ボールが出て今度はパス右サイド、どうだ、もうパスが通っています。これは見事でしたね。25番です。まさにバックショルダーパスといった感じで、見事なパスキャッチ、その後一気に持っていってのタッチダウンです。前田選手ですね。さあ、こちらの方がワイドレシーバー25番前田耕作選手であります。今日は MVP を狙ってるそうです。ああ、そうなんですね。なるほど、今ちょっと候補になってるんじゃないですか。さあ、タッチダウンの後トライフォーポイントです。はい、2点のトライフォーポイントを狙うみたいですね。さあ、2ポイントコンバージョン、ここでタッチダウンすれば2点です。さあ、どうだ、下がって下がってパスを投げる、どうだ、取ったか。はい、受け取ってます。あー、ナイスキャッチ、はい、成功です。これで成功、2ポイント成功で2点がプラスされ、ここは8点がプラスされます。ただ足つりました。え、つってますか。取ったのは43番ですね。43番、森選手、森選手が取りましたか。かっちゃんじゃなくて森選手でした、つったので、つってるのが森選手ですか。そうです。あちょっと昨日の司会で疲れてはるんだから、ずっと立ちっぱなしだったから、ね、今のタッチダウンって言いますと2ポイント取ってるので、はい、一瞬 MVP 候補ですが、釣ったのでなしです。はい、表現しですね。はい、まあ、昨日の司会と合わせ技でとか考えたら、短歌行くんちゃう。はい、あれ短歌ですね。あ、短歌が出ちゃいましたね。何か
浜田さん釣ってるんじゃないんじゃないですか。もう少し重症なんじゃないですか。いやどう見ても釣った感じです。そうですはい、YouTube のコメントの方にもですね、熊大、鹿児島大も2部の学校ですが大健闘ですね。いや大健闘です、はい、佐賀大ファイトという形でいろいろコメントいただいております。ありがとうございます。皆さん方こうやってコメント励みになっております。ありがとうございます。タージンさんの実況素晴らしいっていうのが来てます関東でもぜひお願いしますありがとうございます、どうぞあご足枕で呼んでくださいしかしあの今ちょっとサイドライン出ましたが、はい、大きな怪我でなかったらいいのになとこういう感じがします、はい、さてちょっと今審判団が困っているのが、はい、逆のサイドライン側に出てしまったので、A、なんとか動かしてくれへんかみたいな感じで。そうですね。困って入りますか。さあ少し怪我があったようでありますが、フィールドの方ではキックオフが行われます。得点を重ねました熊本マーベリックスのキックオフになります。ディフェンスには熊本アウトローズが入っています。さあ熊本大学のディフェンス、さあキックオフ、エンドゾーンにボールが飛んでいきます。これはタッチバックを選択。さあここから学生連合の反撃です。20ヤードからのオフェンスになります。はい、まあ、いわゆるあのフットボールではワンポゼッション、ツーポゼッションと所有権の回数でその得点差を表す場合があるんですけれども、はい、今はちょうどツーポゼッションゲームということになります、というのは、まあ、21対7、うん、2回の攻撃権がないと、うん、まあ、追いついたりあるいは逆転することができないというそういう状況なんですけどもね。ということは学生側は2回の攻撃の長い間にですね、しっかりと、得点を、まずタッチダウンを狙わなくちゃいけないと、ちょっと苦しい状況にはなっています。なるほど。イエローが、ここでフラッグが出ましたので、はい、交代違反の12人でハドルをしてしまったという反省です。なるほど。フィールドにはたくさんいるようですが、11人、ディフェンス11人、オフェンス11人でありますから、ただ交代もなかなか難しい時がありますもんね。はい、特にこういう混成チームの場合の交代というのは、やっぱり日頃と違いますので、すごい難しい時がありますね。さあ、それでは仕切り直しで、ボールが出てピッチし、外、左サイドにタックル足元へ来ています。タックルは3番です。マーベリックス池田大輝選手、池田大輝選手、3番の池田大輝選手、大阪の摂南大学の出身です。池田選手は確か昨年までですね、実は X2 関西ウエストにいらっしゃったはずなんですよね。はい、なるほど、なるほど。じゃあこちらの方でまた新天地で頑張ってらっしゃると。まあいろいろとね、やっぱりこの転勤される方に、その、転勤先でですね、はい、あるいはフットボールを続けたいという思いがね、こういう形でその受け入れてくれるチーム、そしてそこで自分たちも頑張るというね、うん、そういう姿がなかなかいいですよね。なるほど。さあランプレー、ここはディフェンスがしっかり止めています。再び池田選手です、うん、なるほど。3番をつけました池田大輝選手、まあ、年齢的にも25歳というね、はい、アブラが乗り切っているというと、フットボールにとってはね、この25から30歳のね、はい、一番いい時ですね。さあその活躍ぶりを見せてくれます。2プレー続けてこちら名前を呼びました池田大輝選手、いいディフェンスを見せています。さあアウトローズ、ここはいいところが見たいものであります。ショットワン、ボールが出てここは落ち着いてパスで来る、どうだ、抜けるか、ナイスキャッチ、パスが通りました。パスキャッチは10番ですね。パスキャッチは10番です、北条翼。いやこれは見事です。レシーバーを右に2枚左に2枚置いて、ここで少し時間を取りながらクォーターバックが見事に投げ切ってナイスキャッチ。さあこれでハーフウェイライン近くまで来ています。もちろんフレッシュファーストダウン、まあ、藤野君に対しては昨日少しアドバイスをさせていただきましたが、はい、こうそうしたかなというふうに。なるほど、クォーターバック藤野、さあ今度はどうだ、ランプレー少しつまずいた感があります。
ありますが、でも先ほどのプレーは、非常に苦しい、はい、あの位置からのね、うん、サードダウンでロングシチュエーションでしたけども、はい、でも思い切って投げて、しかも北條選手は本当に集中力でいいキャッチをしましたよね。一気にゲームをする、これもまたねフットボールの醍醐味の一つですよね。なるほど。さあそのあたりからどのような形、まあ現在2ポゼッション差、なんとかここは頑張ってもらいたい学生連合です。ハーフウェイライン近く、セカンダーボールが出てクイック、うん、パスキャッチは成功ですか。成功ですね。見事です、はい、5ヤード弱のゲインですけども、はい、これで攻撃のリズムが出てきますからね、はい、さあ残りファーストダウンまでは6ヤードという表示をしておきましょう。そうです、サーダン6。さあこの6ヤードをどう取るか。ただですね、今第3クォーターが残り30秒を切りそうなんですよ。そうなんですね、残り30秒を切っている状況です。でもまだ第4クォーターまるまるあるわけですから、なんとかね、全然大丈夫ですよね。さあここは落ち着いてクォータータイムがコールされるんですかね。あ、ここで第3クォーターが終了ですか。はい、第3クォーターが終了になりました。ありがとうございます。第3クォーター終了というコールがありました。それではこの後はいよいよファイナルクォーター、第4クォーターになります。もちろんフィールドをご覧の皆さんにはお分かりですが、学生連合のオフェンスで第4クォーターはスタートになります。さあ同点に逆転につながることができるんでありましょうか。第20回銀杏ボール、いよいよファイナルクォーターです。